レースの模様を全日本新人王相派戦は、高知競馬場で開催される機種招待競争である。東京スポーツ新聞社が寄贈賞を提供しており、正式名称は、東京スポーツ協賛全日本新人王相派戦競争と表記される。総合優勝機種に対する副賞は、高知県知事賞、地方競馬全国協会理事長賞、地方競馬共用センター所長賞、 高知県馬主協会会長賞、東京スポーツ新聞社賞。1986年に創設され、総合優勝者には、新人王の称号が贈られる。出場機種は、全国の地方競馬及び、日本中央競馬会から、大ね騎士免許発取得後3年以内の新人機種が、各主催者の推薦により選定される。2008年度までは一競争のみの一発勝負で、 順位を決定していたが、2009年度からは2競争の合計ポイントにより、順位を決定する方式へ変更された。試行時期は創設以来7月から10月の間で、定着していたが、2003年度より、年明けの2004年3月に変更。2007年度から2013年度は1月に、開催していたが、2015年は2月に行われた。2021年は、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、当初は開催延期となっていたが、その後開催中止が発表された。ありがとうございます。